新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう5人の死亡と新たに598人の感染が確認されたと発表しました一日当たりの新規感染者の数は6日ぶりに前の週の同じ曜日を下回りましたまた80代から90代までの男女合わせて5人の死亡が確認されました病床などの使用率は 重症対応病床が39%入院病床全体では67%になりましたこのほか奈良市保健所は市内の高齢者入所施設でインフルエンザの集団感染が発生したと発表しましたそれによりますと施設の入所者14人がきょうまでに医療機関でインフルエンザ A 型と診断されました入院している人や重症の人はいないといいます 全国ではインフルエンザの流行が始まっていると見られ、新型コロナとの同時流行も懸念されることから、保健所では基本的な感染対策やワクチンの早めの接種を呼びかけています。